も増えていかないというような場合は、セット数を思い切って半分ぐらいに減らしちゃっていいです。はい、皆さんこんにちは、山本義則です。今回はトレーニングをしてもなかなか伸びないとき、その理由について考えてみたいと思います。トレーニングをしても伸びない、その理由としては2つ考えられます。まず1つはトレーニングの刺激が足りない、ちゃんと追い込めていない。そしてもう1つは逆にやりすぎ、オーバーワークということがあります。そのどちらか、これを見極めることが大事になってくるんですけれども、まず筋肉痛が来ていれば十分に刺激はされていると考えてください。普段、ない刺激、自分のにとって日常的ではないような刺激があると筋肉痛になります。それはもう筋肉が発達するために十分な刺激となりますので、筋肉痛がある場合は、十分刺激はされてますので、それで伸びないのであればオーバーワーク、それで間違いないと思います。筋肉痛がとても強い場合、そういうのが何回も続いているのに全然筋肉が大きくならない、力も増えていかないというような場合は、セット数を思い切って半分ぐらいに減らしちゃっていいです。今4セットやって筋肉痛が来てるんだったら、まず2セットにしてみる。2セットにしてみると筋肉痛がほんの少し、来るぐらいになるかもしれません。それでしばらく試してみてください。筋肉痛がほんの少し来るぐらいがベストの刺激だということになりますので、それぐらいの状態にしておきますと必ず伸びてくると思います。逆にオーバーワークではなくて刺激が足りない場合、刺激が足りない場合はまず筋肉痛が来ていません。筋肉痛が来ていない場合は少しセット数を増やしてみる、あるいはトレーニングのやり方を変えて新しい刺激を与えてみる。例えばネガティブを増やすとか、セット数を増やすだけではなくて、全然違ったやったことのない種目をやってみるとか、あとインターバルをすごく長くしたり短くしたりというような感じでいろいろ刺激を変えてみる。そうすると筋肉痛が来るようになるかもしれません。そういう感じでですね、筋肉痛がなくて伸びていかないという場合は、まず刺激を変えてみるというようにしてみるといいかと思います。ただすごいトレーニングをしているのに筋肉痛が来ないという場合もあるんですけれども、それはですね、トレーニングのやり方が悪い場合がとても多いです。フォームが悪いんですね。フォームが悪くて特定の筋肉に効かせられない、多くの筋肉でやってしまっている。そうしますと特定の筋肉にうまく刺激がいかなくて全身でやるような感じになっちゃいますので、そうするとあんまり筋肉痛が来ないんですね。そういう場合はまずはフォームをちゃんと確認する、誰かにトレーナーとかに見てもらうといいです。そういった感じでまずフォームを再確認してやり直してみてください。今回なかなか伸びない場合、オーバーワークなのか足りないのか、どちらか、それを見極める方法についてお話ししました。ぜひ参考にしてください。 TBAI に発売されました筋肥大筋力向上を目指す方はぜひお使いください。